続きましてシルバーステートをご紹介いたします。父はディープインパクト、母はフランス重賞2勝のシルバースカヤ、母の父はシルバーホークです。本馬の競争成績はわずか5戦ながら、そのレース内容は異彩を放っておりました。デビュー戦は後の G1 馬アドマイヤリードとの接戦に敗れはしましたが、2戦目をレコードで落勝、続く四菊賞では楽々と上がり32秒7の末脚で完勝、翌年のクラシック有力馬として大きな注目を集めましたが、故障により長期休養を強いられました。1年7ヶ月ぶりとなったオーストラリアトロフィーではスピードの違いから逃げる形となり、最後は流して落勝、続くタルミステークスも同様のレース内容で、レコードタイの時計で勝利いたしました。なお勝利した4戦すべてがノーステッキでの落勝、故障により重賞クラスでの出走すら叶えませんでしたが、あまりあるポテンシャルを覗かせました。3区はこれまでに2世代がデビュー、第1世代からウォーターナビレラがデビューから3連勝で G3 ファンタジーステークスを制し、阪神ジュベナルズフィリーズで3着となり、また昨年の桜花賞でも花さんの2着、また星雲ハーデスがダービートライアルプリンシパルステークスを会場しダービーへ向かうなど、初年の3区から両クラシック戦線を賑わす活躍馬を輩出、その他バトルボーンが5戦4勝でオープンまで駆け上がり、重賞クラスの活躍が期待されます。また2世代目へと目を向けますと、中央ですでに22頭が勝ち上がり、その中からカルロベローチェが1分33秒3の好タイムで白梅賞を快勝しオープン入り、またセレクトセールにて2億6000万円と話題を集めた湘南バシットも2連勝でオープン入りなど、2世代目からも将来が楽しみな3区が登場しております。また去年の3区の活躍から一層の注目を集めた本馬は、昨年は国内最多となる200頭との交配を記録しました。なお本年の備え付け料は辞退条件600万円、予定頭数まで若干の余裕がありますので、ご興味のある方は、お早めにお問い合わせ願います。以上シルバーステートでした。